武蔵マニアイエーイ。はい、ハロー everyone、 my name is 武蔵 and MLB News。 始まりました今週のね、MLB ニュース。いろいろこの1週間ありました。パラリンピックが始まったり、甲子園もね、順延もあったんですが、まあ徐々にスムーズにね進み出していて、まあ甲子園もやっぱりね注目してしまいますし、 MLB ももちろん見ないといけないので、 MLB 見つつ甲子園も見てる感じです。本日の撮影日が8月25日ですの朝ですね。というわけで早速参りましょう。シンシナティレッズのボット選手が通算2000本安打達成です。はい、背番号19番のね、左バッター。続きまして、シカゴホワイトソックスのキンブレル投手が通算1000奪三振達成です。この記録もね、非常にすごくて、サマニが選ぶね今週のイチオシ選手でも紹介させていただいた選手なんですが、クローザーなんですよ。まあ登板するのも先発ピッチャーに比べたら多いかもしれないんですが、登板してもやっぱり短いイニングなので、その中で先発三振はすごいことだと思います。続きまして、シアトルマリナーズの菊池投手が2回3分の2、7失点で7敗目。これはもうちょっとさせてください。続きまして、ツインズの前田健太投手、4回3分の1、5失点で5敗目。ちょっとダルビッシュ投手も、まあ、今週登板なく、うち投手も打ち込まれ、前田投手も打ち込まれ、ちょっと、まあ、疲れですかね。来週はいい結果出してくれると思います。続きまして、いいニュースですが、テキサスレンジャーズの有原投手、そろそろメジャー復帰が濃厚ということで、予定では9月5日かなに上がってくるのか投げるのかはちょっとわからないんですが、9月5日っていうふうに監督は言ってました。ただ、順調にいけばということなので、マイナーでも多分投げると思うんですけど、そちらで多分打たれたり痛みが出たりとかしたら伸びるんかな。そして続きまして、アトランタブレーブスのフリーマン選手、サイクルヒット達成。はい、続きまして、ボルチモアオリオールズが18連敗中。メジャーだとね、やっぱりこういう大型連敗大型連勝は全然ザラにあるんで、はい、ちなみに、本日8月25日の朝なんですが、今オリオールズ対エンゼルスがやってて、エンゼルスが勝ってます。このまま勝つとオリオールズが、19連敗中になります。まあオリオールズは正直、まあ、日本人選手もいないですし、応援してる球団ではないので、あんまりどこまで伸びるんやろうっていう感じですかね。ちなみにニューヨークヤンキースは今10連勝中です。で、本日が、ブレーブスとですかね。で、今同点ですね。はい、これがどうなるのか、11連勝に伸ばすのか、10連勝でストップしてしまうのか、またこの、ヤンキースとオリオールズについては来週お話しさせていただきます。どこで止まったのか、もしくはね、まだ続いているのか。さあ、続きまして、ピッツバーグのね、まあ、パイレーツの筒香選手、2試合連発代打で3号。これはすごい。はい、やっとね上がってきたと言いますか、本領発揮と言いますか、なんて言ったらいいかわからないんですけど、ここでほんまに結果出せるということは、多分ね腐らずにマイナーで努力してきたなと思います。さあ、続きまして、エンゼルスの大谷選手。まず投手大谷の方は、1番ピッチャーで出場し、8回1失点8勝目。そしてその日は4打数1安打で49ゲームを放ちました。いやー、すごい、もう感無量っすよマジで。ね、現段階でホームラン王になってて、打点もまだ狙える、そしてサイヤング賞にもノミネートされてるぐらいなんで、手に負えないっすね。で、ちなみに、40号を放ったって言ったんですが、これはエンゼルスの左バッターの新記録を樹立したそうで、どんどん歴史を塗り替えていってる大谷選手、めちゃ
ちゃくちゃかっこいいです。ちなみにトリプル100も達成したそうで、100奪三振、100イニング投球、100安打ということで、ちなみに明日先発予定です。はい、大谷選手ね。はい、これはまた来週にお伝えしますが、投げる相手はボルチモアオリオールズですね。はい、このまま本日オリオールズが負けると19連敗中になり、19連敗中の相手との対戦なので、これはね、ぜひ大谷選手勝ってほしいですし、チームも勝ってほしいですね。まあ大谷選手の勝ちがつくということはチームが勝つということなので、ぜひ勝っていただきたい。そしてなんとホームランもね、量産してほしいです。防御率&打率情報、よいしょ。というわけで順番に言っていきます。投手大谷は 2.79 で前回より良くなってます。沢村投手 2.82 で前回よりも良くなってます。前田投手 4.66 で前回よりも悪くなってます。菊池投手 4.22 で前回よりも悪くなってます。そして打者なんですが、大谷選手、2割7分で前回よりも良くなってます。秋山選手2割飛んで8輪で前回よりも悪くなってます。筒香選手2割飛んで9輪で前回よりも良くなってます。ちなみに筒香選手は秋山選手の打率を超えました。そして本塁打もね、増えているので、この調子で、ちょっと頑張ってほしいですね。筒香選手、まあもちろん秋山選手もそうなんですが、まあホームラン王とかね、筒香選手今年は狙えないんですが、いかにアピールをできるか。筒香選手も代打の打率がね10割なので、まあ、今日もスタメンでは出てなかったので、ちょっと代打の筒香選手にも期待したいと思います。エンゼルスの順位情報というわけで、1位がアストロズ、2位がアスレチックス、3位がマリナーズ、4位がエンゼルス、5位がレンジャーズということで、ゲーム差が首位から 3.5、5.5、11.5、29.5 ということで、まあ、ちょっとね、今週見づらいかもしれませんが、ちなみにこのエンゼルス4位で首位からのゲーム差が 11.5 ゲームあるんですが、5割を行ったり来たりなんで、もうほぼほぼ5割なんで、ここかっていう感じですかね。はい、エンゼルスが弱いんじゃなくて、まあ、このね上の3チームが強い、アスレチックスとか、まあ、アストロズ、まあ、マリナーズが強いので、こんな10ゲーム差になってますが、5位のエンゼルスはまあ妥当ですかね。 29.5 ゲーム離されて、勝率的に見ても気になった点がマリナーズが 5.5 ゲーム差を縮めてるんですよ。まあ、アスレチックスとアストロズのゲーム差は広がりましたが、マリナーズとは、縮まっているので、これもしかしたらワイルドカードあるのかもしれないです。でちなみに来週はちょっとねニュースを削って、アメリカンリーグ、そして、ナショナルリーグのワイルドカード争いについてちょっと詳しくね、徹底的にお伝えできればと思います。というわけで、ムサモリが選ぶ今週のイチオシ選手、というわけで今週お伝えする選手は、カンザスシティロイヤルズのサルバドール・ペレス選手という選手で、この選手も非常に有名な選手で、右投げ右打ちの捕手です。割とムサマニが選ぶ今週のイチオシ選手は捕手が多いような気がしますね。年俸が日本円で約22億円もらってる選手で、入団の経緯は2006年のアマチュア FA で、これまで獲得したタイトルはシルバースラッガー賞が3回、ゴールドグラブ賞が5回、ワールドシリーズの最優秀選手が1回、オールスター選出が7回、WBC ベネズエラ代表ということで、もうやっぱり有名な選手といいますか、もうこんだけねタイトルも取って WBC 代表にも選ばれ、オールスターも選ばれているので、実力はあるということで、ちなみにこの選手ね、肩が強くパスボールが少ないので、今後その強肩ぶりとか、まあ、パスボールの少なさ、キャッチャーこのショーマンの止めるあれとかも、止める技術といいますか止める能力も高いので、そちらも注目していただきたいです。はい、
というわけでね、カンザスシティロイヤルズのサルバドール・ペレス選手にいろんな面で注目してください。というわけで次週はナリーグの、ピッツバーグ・パイレーツの選手を一人紹介いたします。これはちょっとね、筒香選手ではありませんが、キャッチャーでもないので、ぜひ楽しみに来週お待ちください。というわけで今週もありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、そして高評価、コメントお待ちしております。というわけで、Never give up. Goodbye!